はい、どうもミニマリストのたかしです。本日もご視聴ありがとうございます。はい、今回はですね、なんと冷蔵庫なし生活のメリットとデメリットという形でお伝えしていきたいなと思います。はい、今までね、私は家電の断捨離を動画にしてきたんですけども、まあ、テレビだったり電子レンジだったりですね、そのあたり今回は一番大きなサイズで確実に必需品ですね、皆様の家にはあるんじゃないでしょうか。冷蔵庫になります。まあ、もし持っていなければこう変人扱いちょっとされるんじゃないかなっていうようなものなんですけども、こちら冷蔵庫の断捨離を決めたんですが、この1ヶ月間ですね、私は電源を抜いて検証していたんですね。でその検証が終了した時に、私はメリットの方が多いなと魅力に感じましたので、今回、はい、このように動画にしております。まあ、そんなに苦しんで何が楽しいのみたいなね、声が聞こえてきちゃいそうですけども、はい、今回細かくメリットとデメリットをお伝えしていきますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。では行ってみましょう。はい、では冷蔵庫なし生活のメリットをお伝えしていきたいなと思います。まず1点目、節約になるということです。はい、まずはお金ですね。冷蔵庫の電気代は1ヶ月に500円から1000円ほど、使いっぱなしのね電気を使わないってなんだか心が安心しますよね。はい、あとね、気づきにくいところなんですが、賞味期限切れの無駄なコストもないかなと思います。あ、これ賞味期限が切れてたみたいなことがね、あったらそれは無駄なコストになると思いますので、そちらが一切ありません。そしてね、もし今後冷蔵庫をね使わない生活が続いていくと、まあ、本体代自体の買い替えなんかもね、いらないことになってくるかなと思います。はい、ではメリット2つ目なんですけども、部屋が広くなります。はい、こちらなんですが、背が高くてね、大きなものがなくなると開放感が一気にアップするんですね。今ではこうゴミ箱を設置してまして、横には少し余白を設けてる形にしております。で、引っ越しの際なんかね、結構業者に頼る必要がなくなってくるかもしれないので、自分でこう引っ越しができるようになるかもしれません。はい、ではメリット3点目なんですけども、掃除が減るというところです。冷蔵庫はね結構汚れますよね。そしてこうなるべく清潔を保ちたいところではあると思うんですが、まあ、冷蔵庫の掃除って本当に面倒くさくてですね、そして冷蔵庫の裏とかですね、たくさんのホコリやぬめりがあるかなと思うんですけども、あのじいさんですね、じいさんがこう出現してしまうことに一役買ってるのかなと思います。はい、ではメリット4点目なんですけども、痩せるというところになります。こちらですね、私がこう一番感じているメリットの一つになるんですけども、まあ、冷蔵庫の中には、私がねこうミニマリストを始める以前はですね、ジュースであったりとか、まあ、牛乳やチーズのね乳製品ですね、そしてお酒だったりとか、スイーツ、アイス、そのあたりとかですね、で結構高カロリーなマヨネーズとかですね、そういう調味料あたり、そして冷凍食品なんかも常備しておりますが、はい、まあ、飽きればキリがないかなと思うんですけども、暇があれば何か食べれる状況をね、作っていきたかなと思います。本当に困ったものです。はい、ではここからデメリットのお話をしていきたいなと思います。はい、冷蔵庫生活がないことでのデメリット、1つ目は納豆が食べれないというところです。まあ、食べれないということはないんですけども、私はですね、納豆が本当に大好きな人種なんですが、納豆ってこうほぼ3パックですよね。3パックで販売されてまして、まあ、どうしても食べたいっていう時は本当に状況を考えて、まあ、1日でね消費できるように
朝と夜に食べるとかそういうこと考えたりとか、まあ、牛丼屋さんに行ってね注文するとかね、そういう形になるかなと思います。はい、ではデメリット2点目なんですけども、冷えた飲み物をすぐに飲めないというところですね。こちらはねもうそんなの絶対無理って思っていたんですが、まあ、1ヶ月ねこう冷蔵庫の電源を抜いてた時に常温だったりこう温めた飲み物ですね、そのあたりで過ごしたところ、まあ、今ではちょっとそっちの方が心地よくなってますので、まあ大丈夫かなと感じております。今ではね、まあ、たまに飲みたくなる時がねあるんですけども、まあ、そんな時はね家の下のね自販機に行ってポチョッと買いに行くっていうことをしております。はい、いかがでしたでしょうか。今回は冷蔵庫を断捨離しましたというお話をしてきたんですけども、はい、本当にね大変なことだとは思うんですが、まあ、街をねこう大きな冷蔵庫として考えるっていうのは一つ対策になってくるのかなと思いますね。まあ、すぐにこう取り出せなくても特別こう不幸だってことは特に僕は感じておりません。まあ、特別そんなに我慢することはないですね。で、改めて思うのがこう必要な時に新鮮なものを買うっていうことによって私は逆にこう安全を感じております。はい、そしてね何よりこの生活がねこんな生活がねできるということを実現できたことで、まあ、この先何かにこう挑戦する時にポジティブにこう取り入れれるんじゃないかなと考えてますね。はい、自分にこう自信が持てたような気がしております。はい、ではこの動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価を何卒よろしくお願いいたします。今後もこういう形でミニマリストになってね、はい、いいかなと思うことを発信していきたいなと考えております。また次の動画でお会いしましょう。